はい、じゃあ査定持ってきました。これなんもつくんかね、遊戯王がね。結構でも引きはね、良かったと思うんだよ。良かったっぽいですね。だからなかなか行くんじゃなくて、前遊戯王ね、確か勝った額の 40%50% ぐらい勝ちたんでね。あ、確かにな。遊戯王って値段やっぱつきやすいんですよ。値段つくカードが多いんですよね。だから期待は大ですね、これ。で、店長これ、んノーマルで値段つくやつ調べたらそれで出てた、それだけ入れてます。これ俺見たことないやつ。じゃあこれ、あとじゃあ店長これ査定だけお願いします。いやいや、なんで感謝するんですか。嬉しいじゃないですか。まあ確かにな。はい、やったぞ。いやいや、やったでしょ、店長。それはそうです。こんな感じ、それはやっぱりありがたいじゃん、店長。今在庫切れがグレって言ってるわけじゃないですか。いや、それは店長、自分の仕事の手際もある。まあまあ、サボってるだけですもんね。それは手際の悪さ見せられても困りますよ。おかしいな、俺毎日家に帰るのが明け方の5時とかやねんけど。ちょっと待っとけと思います、店長。俺査定ね。はい、じゃあ査定ね、終わってみたいな、店長。はいよ、10万ぐらい用意しました。いやいやいや。ちなみにじゃあさっき聞くんやけど、はい、自分らこれ何ボックスのセーフ。これね、バンカートで思ってたんですよ、うん、バンカートの12ボックスが思ってたんですよ。24ボックスやな。そうなんですよね、うん、半分なんで、で値段で言ったらね、安かったんですよ、今回。おー、定価で大体27,700。ああ、それは予想はですね、遊戯王いつもね、うん、リターン大きいで、今回俺多分引きめっちゃいいんですよ。うん、ええー、って感じでしたね。僕のイメージだし、遊戯王って基本 50% 入ってるイメージなんですよ。うん、1万5000円ぐらいいっとったらまあ理想かなっていう。まあまあまあな。1万5000円でいいの。おぉ、これはこの表情は。でも今までカード買って、うん、その定価を超えたことないわけよ。で、ないよな、それは。今回そこワンチャンある可能性はあるかもな。1万5000円でいいやったら1万5000円って言うよ。それ遠慮しなくていいやで。じゃあ店長、おいよ、値段、レアカードは何て出すの。ちなみにですね、今回ノーマルとかレアカードは期待してないです。ああ、もう使わない。ぶっちゃけて言うとゴロムズ。ああ、うん、出ましたね。うん、出ました。モノブゴロムズ。じゃあまず安いやついきましょう。そうですね、安いやつやねんけれども、はい、めっちゃ少ない。ああ、引き強かったってことですか。今回ね、正直は引きめっちゃ強い。これ全部やろ。いそうですよ、はい、全部やったらば12箱向いて全部やろ。10円のやつが2枚しかない。へぇ、どれなんですか。あ、こいつか。うん、え、こいつ俺らめっちゃいいんじゃないぞってやつよ。こいつ安いか。安いか。どうだ。じゃあスーパーレベル今日めっちゃ熱かった。熱かった、ほんま熱かったね。次がグループの中では上から4番目に多いグループや。9万円。これが20円のグループ、全部同じカードです。おあ、こいつまあ安かったら確かに。これサンダードラゴンや。あ、こいつよう出たもんな、サンダーザキング、スーパーレアカード、うん、こいつはもうなんか弱そうやもん。ていうことはこれ流れだと怪獣安いぞこれ多分。ああ、そんな感じするんや。確かに今回はポズモってカードやな。ああ、やっぱりカテゴリーはポズモが強い。あのドロッセルってやつもポズモやな。はいはい、はい、ポズモめっちゃ多かった気がする。めっちゃ多かったですね。だから新カテゴリーとして今回ポズモが強化。ちょっとなんかドロッセルもアメリカの、まあ確かにね、うん、アメコミのお姉ちゃんみたいなやつな。でもドロッセルは結構デザイン的にも結構いい感じのデザインしてましたけど、俺的に。君はこういう女性が好み。いやいやいや。すぐそこまで見てるんですか。女として見てないですから。店長みたいにカード女として見とる時点でもうおかしいんですよ、目線が。次がね、50円のグループ。ああ、結構上がり、上がりましたね。ここでね、コズモ初登場。はあ、うん、これ。これもなんかスクレとかでも結構出たやつだこれ。見た目なんやねんぐらいな、これ言ったらもう。黒いもんな、なんかちょっと。で、次がね、いや、違います。実は飛ぶんですよ。え?100円今回ないんですよ。え、一気に、マジ一気ででかっ。枚数が一番多い、2番目に多い。あ、で、種類数は3枚あります。こいつらが200円の高っ。おお、え、50円の人200円で今までなかったの。うん、今回結構いいね。高っ。あ、ドゴランね。ああ、あのウルトラ。でもドゴランってそこで出てるけどシークレット。いや、いました、いました、はいはいはい、あのマルカリス3枚ぐらいいましたよ。高い、こいつのやつ。あー、こいつのか。でもなんかもっと多いやつおったの、コズモさんにスーパーレアで。あのおったな、めっちゃ低コストのやつおった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 。これ200するんや。やばっ、やばいぞこれ。あ、今回これ結構来とる、期待できるな、ほんま。じゃあ次行きましょう。はい、で次がちょっと枚数減るんです。はい、300円のグループ。ああ、減った方がいいですかね。まあまあ減った方がいいです、ね、そう、減った方がいいか。これはね、ダークシミターってやつ。なんかいましたね。あー、なんかおった、ちょっと少ないやつじゃん、枚数。あー、こうやって、うん、まあ、こういうの少なかったんですよ、これ。あー、こいつの2枚しかおらへん。でもあの多かったやつがまだ出てってないからな、スーパーに。ほんま、あのなんかロボットみたいなやつだな。そう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 、めっちゃなんか弱そうな。あのこいつ3枚出てたらちゃうんかって言うとてたから。で、次はねけれども、これは350円、これです。あ、まあまあシークレットね、うん、ダーク。あー、こいつのな。こいつやっぱシークレットに期待できると思いますね。シークレットになった値段がドンと跳ねる。まあ確かに、はい、しかももう小文字で350あって、まだ
全然出てた、まあ、ほんまにおらへんもん、うん、大量のところはまだ来てない。確かにな。次がですね、最大グループ、最大グループ、おお来ましたね。これが大体予想ついてると思うけども、まあ、ちっちゃいやつ、あちっちゃいですね、うん、はいはいはい、あいつやばいっすよそれは、うん、数は。それ以外でも今回の目玉と言われてるカードも混じってます。ほう、目玉何ですか。ドロッセル。え、ドロッセル、ここ来るんですか。これで400円です。え、ドロッセルここ？400円。ちょっとでも待ってほしい、ドロッセルってシクレもなく、まあシクレもあるんだね、うん、ドロッセルここ、あーここどこなのこれ、あーシークレ、あこういうフェルブランね、あーこいつこいつドロッセル、いやめっちゃ当たったわ、カメあるやん。すごいな。で、次のグループなんですけれども、ここは、値段違うんやけれども、同時に行きたい、1枚ずつしかいないんです。はいはい、あー、マジであれちゃう。うん、まずはこちら、極東の武者、左京。これが500円です。500円、ね、これも使えないですよね、カードとして。うん、それでもその価値なんですね。クズの葉、こちら600円。なんなんですか、このカード。なんでこんなに分からへん、リアリティなの。これ、エキストラシークレットじゃないかな。それなんなんですか、どういう意味なんですか。初めて聞いた。たまにこういうエキストラパックであるんやけれども、はいはいはい、効果が強すぎて使えないとか。そんな強さ、これ。なんかの大会とかの、やつを再録したけれども、実際デッキに入れちゃダメだよ、みたいな。まあ、これでは500円。うん、500円と600円ですね。次が2番目に多いグループ、3番目に多いグループ、はいはいはい、で全部一緒です。へえ、誰だよ。最初の頃に言うたけれども、これ場合によってはもっとつきます。誰やこいつ、なんかおったから、いっぱいおったやつ、シクレじゃないの、あので、あっ、真帆ちゃんスーパーある、あほんまや、コズモの、あのフィールド魔法や、ほんまや、あれ出てへん、エラルドポリス、あれがポリア、リスパーツです。あともう1枚はドロッセルです。で、一応これ両方同じ値段つけましたけれども、つける場合はもっとつけますので、はあはあはあ、まだ分かんないと、分かんない、ただあくまで基本査定やったらば、はい、なんとびっくり1枚800円。おお、800円、高っ。ドロッセルのシーケットとエメラルドポリス、これそんな高いですね。そう、それめっちゃあるやろ、はいはい、それめっちゃ当てますね、すごい当ててんのやな自分が。で、さらにエキストラパックって大体序盤ぐらいにしか販売してくれへんから、はいはい、後からデッキ作りたいっていう風になって結構構築するの苦労する。確かにこれ強いもん、絶対必須やわこれだって、うん、ええー、のええー、とこ取りみたいな、なんか3つ効果あるけど全部ええもんこれ多分それが欲しいっていう人はかなり多いです。そうですね、うん、ドロッセル、ドロッセル強いんだよねこれ多分。そうやね、ドロッセル自体は、コズモっていう名前が付いてるカードの中ではレアリティがシークレットじゃない場合はほぼほぼさっきのヘルブランと似たような感じ、ね。まあ、これでもここは強いですよ、確かにこれ、うん、同じ効果はスーパーの、ね、ちっちゃいと、まあ、似たちっちゃいの、同じような同じ効果で除外して4以上出せるみたいな、こいつは、はあはあ、でプラスアルファこいつは相手にダメージ当たった時に500ライフポイント払ったらデッキからコズモカード1枚手札加えれる。めっちゃええやん。そう、そして、はい、合計金額、はい、金やるとこですね。ウゾウムゾを除いて最初自分の予測は15,000円、まあ、でいい、何も言ったんやろこれ、ほんまに、ほんまに計算してないけど、いやだって800円が10万円あるんですよ、ほんま、え、もう8,000円、え、2万も出たことで2万、残念、19,500円。うわでもさっきも言った通り、場合によってはもっとつくんですよ。これだいぶ引き強ってことですか。じゃあ今回はなかなか強かったですね。ああ、はあ、はあ、じゃあとりあえず一旦まあドロッセルのシークレットだけ切りで、これは記念にちょっとどこかな、1枚だけね、1枚だけ、なるほどね。で、店長あとはもう大丈夫です。マジで、はい、ありがとうございました。ああ、モルカでー骨があるからやめられへんねやこれをね、多分結構ねしますから、店長捌きますよ多分。いや、捌くやろこれ。だってこれは結構いいでしょ、店長さすがに。いやー、これは嬉しいねー自分らと会って一番良かったって思える瞬間かな。でもね、まだ言っても整理してくれてないですけどね、ここまだ。そうやね、まあ、確かに。ここにあるね、宝物ね、ヤバいやつとか結構あるんやけどね。あフィクロスのハテナハテナハテナもここにあるしね。ヤバいですね。え、そのフィクロスのハテナって何倍かかったんですか。聞きたい、はい、1枚あたり3万とか。3万、3万いくんですか。一番安いやつでも1万は超えてた。マジですか。ここで聞いててちょっとびっくりせへん、一番安いやつでもって言うたっていうことは複数枚持ってきはったよ。そうか、そうですね、複数枚持ってる人が本当に存在するのかって思った。その人ってなんぼじゃ買い取りで買い持って買ったんですか。過去最高ですね。およそどれぐらい出したんですか。およそっていうか今でも覚えてる、18万5000円、はい、うわ
すごいね、人間ってね、途中で計算しよってくるとどうにでもなれって思ってくるよね。店長、店あったんだ、18番号室。俺も途中で計算しよって、うわごめんね、俺途中で絶対断らんとあかんわ、やっはーって思いながら歌だけよったら両替機が目に入ったんですよ。はぁはぁはぁ、もしかしてあるんじゃねえのって思ったら割と普通にやる。ああ、普通だった。ただし、そのお客さんには大変申し訳なかったんけれども、はい、全部千円札で渡した。185枚。やばい、千円札で。ちょっとお客さんも悲しそうな顔してた。でもそれを日本一消しな男、うん、ゴッドファーザーと言ってもに18万5で出させたってことは、それなんぼで売るんかっていうレベルやで。やばいちゃうん、それすごいんじゃない。売る時ってさ、売る時で考えたって時代の変化なんて値段とかって変わってくるんで、うん、そうなっても赤字は出ないように買い取るわけじゃない。もちろんもちろんってなったら相当な額のカードってことですね。買おうと思ったら頑張ってスロット買うわ。みんなが売ってくれたもので出てた利益は大体ゲーム機に化けるで。新しい機械買うからね。改善して過去一番良かったですか、引き前回の買収スパーツ、まあまあ、途中さ、あれもかなり悪くなかったんですよ。あ、でも有機王ってやっぱなんていうの、還元率高いですね。パックによるかな。あ、そうなんですか。パックによる。今回のは当たりパックやった。正直めっちゃ当たりパックやった。有機王買ったら、ね、半分以上返ってくるみたいなイメージある。だいたいエキストラパックは外れが少ないですね、この時期に出る、うんうん、やっぱでも人気なんで需要はあるんですよ。そんだけユーザー数が多いから枚数売れるんですもんね。絶対それは間違いない。もうやっぱりやってる人が多いイコール強いってことや。うん、どれぐらい時間もあるんですか、それ分かるんですか、店長って。で僕からしたら、うん、あの遊戯王がまあナンバーワンじゃないですか、うん、まあ、日本でやったら、うん、2番目との差ってどれぐらいなの。あ、確かに分かんないです。遊戯王が1位やとしたら、はい、2番手に入ってくるのが多分デュエルマスターだよ。あ、デュエルマスターなんで、うん、どれぐらいの差があるのかありますか。倍は硬い。あ、倍はあるんですか。倍はやっぱり。じゃあ遊戯王以外のカードユーザー VS 遊戯王ってどっちかしら。いや、おかしいけど俺の体感は勝ってる。遊戯王さん強っ。やっぱパック売れるも遊戯王なんですね。一番売れるパックはね、遊戯王が今ちょっと入手しにくい状況になってるから。ただ売り切れが早いのも間違いなく遊戯王。ああ、もう何年もずっとそうなんですよ。遊戯王なんですか。一時的に遊戯王が一瞬見たわけじゃないですか。ね、安定してる。いや、やっぱ遊戯王強いですね。強いです。もう多分これから先の遊戯王をひっくり返すようなカードゲームはなかなか出てこない。難しいですよね、それは。期待したいですけどね。店長出したらね。店長考えて、店長考えてください。店長発案のカードゲーム流行ったらすごいですよ。もう爆弾やろな。天気どっかで結んでね。言っとくけどな、カードゲームね、基本や触らない人やからね。まあ確かにそれ気持ち悪い。カードって俺がやったカードゲーム言うと虫キングぐらいやね。ちょっと気持ち悪いですよ。やった店長が。何言ってんねん。俺はな、言ったら悪いけどな、自分らの学校にもね、学年に一人はおったやろ、自称昆虫少年。あ、うん、俺それやったから。好きなんですよ、店長。生き物好きですよ。え、鳥に似てたの、カブトムシとか。カブトムシと似てたよ。はぁ、じゃあ英語を聞きまだ、じゃあプレゼントじゃん。ムチムシ。ドキブリとか持ってったらさすがにいらんって言うで、俺。取るのとかめっちゃうまいですよ、じゃあ。その取るのは結構捕まえてますね。だから子供の頃やねんけれども、俺虫かごってあるやん。はいはい、あれうちのや買ってくれんで、はい、買ってくれないんすか。買ってくれへんかった。どうやって育てたんですか。捕まえに行くときはいつも滑る。素手で捕まえても、でも入れるとこないわけじゃないですか。逃がすんですか。素手でこうやって片手に3匹、片手に3匹ずつむぐらい持ってこうやって。だからたまにクワガタとかやってここ挟んでるんですよ。痛いとか言うのが小学生ぐらいの俺こうやって帰って。痛いっすね。それでも箱とかないわけですから、家帰ってもどうしようもなくないですか。家に帰ったら親父が箱は作ってくれてたんですよ。でっかい鶏小屋みたいなやつ。そこに置いてるんですか。そこにボーイボーイって箱仕込むだけの日々ですよ。やばい、店長ってめっちゃあるでしょうね。無人島とかって生き残るタイプでしょうね、確実に。あ、僕超デリケートだから、それだけだよ。トイレはオシレットじゃないと生きていけないから。というわけで、じゃあ今回はね、家庭結構いくイカ出たんでね、だいぶ個人的には満足ですけど。満足やな、これは。買ったと言っても過言じゃないでしょ、今回は。じゃあ今回はこれで終わります。ありがとうございました。